ポトフチャンネル始まりました。この日は雪でとても寒かったです。2022年最初の外食に行こうとしています。着いたのはこちら、はい、いや大丈夫です。レモンサワー飲み放題断っていますが、後で頼めばよかったとなります。さて注文です。焼肉はもう1年以上ぶりだったのですごい楽しみです。ここのお店には初めて来ました。もう焼けてますね、食べてますね。ここからしばらく一人で焼肉を楽しんでる風の料理人の映像になります。絶対違うと思う、撮り方楽しそうですね、何よりです。寒かったのでわかめスープを頼んだんですけど、このわかめがすごいいっぱい入っていて、これでお腹がいっぱいになった感があります。これは何杯目でしょう。取り忘れてたのでここでビール初登場です。自分の顔が映るのが嫌だと言っています。そんなことを気にする男性に要注意。しつこい油と男に要注意。やっぱりこれがここの名物だったみたいです。すごい男でした。黒い冷麺という名前だったので、麺が黒いかと思いきや海苔がいっぱい乗ってる冷麺でした。ごちそうさまでした。今年もこうやって食事は楽しんでいきたいです。ご視聴ありがとうございました。